遊びに行ってくれ。うん、行ってらっしゃい。相変わらず仲いいわね、あの二人ね。いいことだ。そう、え、私はちょっと不安になってくる。ん、チコ君って彼女いないの？知らない。私が聞いても教えてくれないもん。マー君は？マー君とそういう話してない。やっぱ身内だとね。私がチカ君から聞き出す、シンモトがマオ君から聞き出す、そして後で報告会議 OK。 OK、 何それ、超楽しそう。女子の他人の恋バナでの盛り上がり率は異常。ただいま。チカ君はこっち、マオ君はこっち。え、何が始まんの？チコちゃんの部屋。部屋綺麗だね。ちょっといろいろ聞きたいことあるから聞いてもいい？何？あのさ、前から気になってたことがあって。大丈夫、絶対に誰にも言わないから。いいよ。何？女子のこの言葉の信用率の低さも異常。チカ君、彼女いるの？今はいねえよ。今はってことはいたことあるんだ。まあ人並みには。前の彼女とはなんで別れちゃったの？それがさ、聞いて。うん、お姉さんに相談してごらん。俺毎回同じ理由で振られるんだよ。へえ、どんな？斉藤君と私どっちが大切なのって。だろうね。真央君との登下校は一日たりとも譲れません。元カノ別れて正解。じゃあ今好きな子とかは？ああ、いねいね。あ、でも最近すげえタイプの人に会ったんだよ。へえ、どんな？写真見る？見る。これがなんとチコ姉の友達らしくてさ。冬込みで撮った写真。これは超綺麗じゃね？なんかすげえよな、運命的出会い。わあ、すごいね、綺麗な人だろ。面白いので真実は黙っておくことにしました。ねえねえ、ずっと気になってたんだけど、マオ君って今彼女いるの？え、なんでいきなりそんなこと聞くの？マコちゃんの差し金、ね、何のこと？別にこの件に斉藤は一切関わってないけど。わかりやすい。まあ別に隠すことじゃないからいいけど。いないよ。え、あ、そうなの？うん。っていうか今まで一度も誰かと付き合ったことない。なんで、なんで？たくさん告白とかされてるでしょ？されてても好きじゃないから断るし。ノリとかで付き合ったりしないの？それ相手に失礼じゃない？正論。はあ、そっか。なんか真央くんつまんない。衝撃的一言。つまんない。斉藤に持ち帰るネタない。衝撃的一言の裏側。いや、っていうかそれ以前に好きな人がいるから。片思いだけど。真央くんが片思い？え、どんな人、どんな人？それは、それは、それは